ス語羅生門芥川龍之介。ある日の暮れ方のことである。一人の下人が羅生門の下で雨やみを待っていた。広い門の下にはこの男の他に誰もいない。ただところどころ実りの剥げた大きな丸柱にキリギリスが一匹止まっている。羅生門が朱雀王子にある以上は、この男の他にも雨やみをする一目傘やもみえ星がもう二三人はありそうなものである。それがこの男の他には誰もいない。なぜかというと、この二三年京都には地震とか辻風とか火事とか飢饉とかいう災いが続いて起こった。そこで洛中のさびれ方は一通りではない。旧記によると、仏像や武具を打ち砕いて、その荷がついたり金銀の箔がついたりした木を炉端に積み重ねて焚き木の城に売っていたということである。洛中がその始末であるから、羅生門の修理などは元より誰も捨てて顧みるものがなかった。するとその荒れ果てたのを良いことに、懲りが済む、盗人が済む、とうとうしまいには引き取り手のない死人をこの門へ持ってきて捨てていくという習慣さえできた。そこで日の目が見えなくなると、誰でも気味を悪がってその門の近所へ足踏みをしないことになってしまったのである。その代わり、またカラスがどこからかたくさん集まってきた。昼間見るとそのカラスが何羽となく輪を描いて高いシビの周りを鳴きながら飛び回っている。ことに門の上の空が夕焼けで赤くなる時には、それがゴマをまいたようにはっきり見えた。カラスはもちろん門の上にある死人の肉をついばみに来るのである。もっとも今日は黒煙が遅いせいか一羽も見えない。ただところどころ崩れかかった。そうしてその崩れ目に長い草の生えた石段の上にカラスの糞が点々と白くこびりついているのが見える。下人は7段ある石段の一番上の段に洗いざらした紺の青の尻を据えて、右の方にできた大きなニキビを気にしながらぼんやり雨が降るのを眺めていた。作者はさっき下人が雨やみを待っていたと書いた。しかし下人は雨が止んでも格段どうしようというあてはない。普段ならもちろん主人の家へ帰るべきはずである。ところがその主人からは 4、5日前に暇を出された。前にも書いたように、当時京都の町は一通りならず衰微していた。今この下人が長年使われていた主人から暇を出されたのも、実はこの衰微の小さな余波に他ならない。だから下人が雨やみを待っていたというよりも、雨に降り込められた下人が行きどころがなくって途方に暮れていたという方が適当である。その上、今日の空模様も少なからずこの平安町の下人のセンチメンタリズムに影響した。猿の小草刈りから降り出した雨は未だに上がる景色がない。そこで下人は何を置いても差し当たり明日の暮らしをどうにかしようとして、いわばどうにもならないことをどうにかしようとして、取り留めもない考えをたどりながら、さっきから朱雀王子に降る雨の音を聞くともなく聞いていたのである。雨は羅生門を包んで遠くからザーッという音を集めてくる。夕闇は次第に空を低くして、見上げると門の屋根が斜めに突き出したイラカの先に重たく薄暗い雲を支えている。どうにもならないことをどうにかするためには手段を選んでいるいとまはない。選んでいれば追地の下か道端の土の上で飢え死にをするばかりである。そうしてこの門の上へ持ってきて犬のように捨てられてしまうばかりである。選ばないとすれば、下人の考えは何度も同じ道を徘徊した挙句にやっとこの局所へ放着した。しかしこのすればはいつまでたっても結局すればであった。
下人は手段を選ばないということを肯定しながらも、このすればの型をつけるために、当然その後に来るべき盗人になるより他に仕方がないということを積極的に肯定するだけの勇気が出ずにいたのである。下人は大きな草めをして、それから大儀そうに立ち上がった。夕冷えのする京都はもう日よけが欲しいほどの寒さである。風は門の柱と柱との間を夕闇とともに遠慮なく吹き抜ける。荷塗りの柱に止まっていたキリギリスももうどこかへ行ってしまった。下人は首を縮めながら、山吹の風見に重ねた紺の青の型を高くして門の周りを見渡した。雨風の憂いのない、人目にかかる恐れのない、一晩楽に寝られそうなところがあれば、そこでともかくも夜を明かそうと思ったからである。すると幸い、門の上の廊へ登る幅の広い、これも荷を塗ったはしごが目についた。上なら人がいたにしてもどうせ死人ばかりである。下人はそこで腰に下げた聖塚の太刀が鞘走らないように気をつけながら、藁草履を履いた足をそのはしごの一番下の段へ踏みかけた。それから何分かの後である。羅生門の廊の上へ出る幅の広いはしごの中段に、一人の男が猫のように身を縮めて息を殺しながら上の様子を伺っていた。廊の上から差す日の光がかすかにその男の右の頬を濡らしている。短いひげの中に赤く膿を持ったニキビのある頬である。下人は初めからこの上にいる者は死人ばかりだと高をくくっていた。それがはしごを 2,3 段登ってみると、上では誰かが火を飛ばして、しかもその火をそこここっと動かしているらしい。これはその濁った黄色い光が隅々に蜘蛛の巣をかけた天井の裏に揺れながら映ったので、すぐにそれと知れたのである。この雨の夜にこの羅生門の上で火を灯しているからは、どうせただものではない。下人はヤモリのように足音を盗んで、やっと急なはしごを一番上の段まで這うようにして登り詰めた。そうして体をできるだけ平らにしながら、敬意をできるだけ前へ出して、恐る恐る牢の中を覗いてみた。すると牢の中には噂に聞いた通り、いくつかの死骸が無造作に捨ててあるが、日の光の及ぶ範囲が思ったより狭いので、数はいくつともわからない。ただおぼろげながら知れるのは、その中に裸の死骸と着物を着た死骸とがあるということである。もちろん中には女も男も混じっているらしい。そうしてその死骸は皆、それがかつて生きていた人間だという事実さえ疑われるほど、土をこねて作った人形のように口を開いたり手を伸ばしたりしてゴロゴロ床の上に転がっていた。しかも肩とか胸とかの高くなっている部分にぼんやりした日の光を受けて、低くなっている部分の影を一層暗くしながら、永久に推しのごとく黙っていた。下人はそれらの死骸の腐乱した周期に思わず鼻を覆った。しかしその手は次の瞬間にはもう鼻を覆うことを忘れていた。ある強い感情がほとんどことごとくこの男の嗅覚を奪ってしまったからだ。下人の目はその時初めてその死骸の中にうずくまっている人間を見た。ひわだ色の着物を着た背の低い痩せた白髪頭の猿のような老婆である。その老婆は右の手に火を灯した松の木切れを持って、その死骸の一つの顔を覗き込むように眺めていた。髪の毛の長いところを見ると、多分女の死骸であろう。下人は六部の恐怖と四部の好奇心とに動かされて、暫時は息をするのさえ忘れていた。九鬼の汽車の語を借りれば、刀身の毛も太るように感じたのである。すると老婆は松の木切れを床板の間に刺して、それから今まで眺めていた死骸の首に両手をかけると、ちょうど猿の親が猿の子のしらみを取るように、その長い髪の毛を一本ずつ抜き始めた。
髪は手に従って抜けるらしい。その髪の毛が一本ずつ抜けるのに従って、下人の心からは恐怖が少しずつ消えていった。そしてそれと同時に、この老婆に対する激しい憎悪が少しずつ動いてきた。いや、この老婆に対すると言っては語弊があるかもしれない。むしろ、あらゆる悪に対する反感が一部ごとに強さを増してきたのである。この時、誰かがこの下人に、さっき門の下でこの男が考えていた、飢え死にをするか盗人になるかという問題を改めて持ち出したら、おそらく下人は何の未練もなく飢え死にを選んだことであろう。それほどこの男の悪を憎む心は、老婆の床に刺した松の木切れのように勢いよく燃え上がり出していたのである。下人にはもちろん、なぜ老婆が死人の髪の毛を抜くかわからなかった。したがって合理的にはそれを善悪のいずれに片付けてよいか知らなかった。しかし下人にとっては、この雨の夜にこの羅生門の上で死人の髪の毛を抜くということが、それだけですでに許すべからず悪であった。もちろん下人はさっきまで自分が盗人になる気でいたことなぞはとうに忘れていたのである。そこで下人は両足に力を入れて、いきなりはしごから上へ飛び上がった。そうして聖塚の太刀に手をかけながら、大股に老婆の前へ歩み寄った。老婆が驚いたのは言うまでもない。老婆は一目下人を見ると、まるで石弓にでも弾かれたように飛び上がった。おのれ、どこへ行く。下人は老婆が死骸につまずきながら、慌てふためいて逃げようとする行く手を塞いで、こう罵った。老婆はそれでも下人を突きのけていこうとする。下人はまたそれを生かすまいとして押し戻す。二人は死骸の中でしばらく無言のままつかみ合った。しかし勝敗は初めからわかっている。下人はとうとう老婆の腕をつかんで、無理にそこへねじ倒した。ちょうど鶏の足のような骨と皮ばかりの腕である。何をしていた。いえ、言わぬとこれだぞよ。下人は老婆を突き放すと、いきなり太刀の鞘を払って、白い鋼の色をその目の前に突きつけた。けれども老婆は黙っている。両手をわなわな震わせて、肩で息を切りながら、目を目玉がまぶたの外へ出そうになるほど見開いて、あのようにしゅうねく黙っている。これを見ると下人は初めて明白に、この老婆の生死が全然自分の意志に支配されているということを認識した。そうしてこの意識は、今まで険しく燃えていた憎悪の心をいつの間にか冷ましてしまった。後に残ったのは、ただある仕事をしてそれが円満に成就した時の安らかな得意と満足とがあるばかりである。そこで下人は老婆を見下しながら、少し声を和らげてこう言った。俺は検非違使の長の役人などではない。今しがたこの門の下を通りかかった旅のものだ。だからお前に縄をかけてどうしようというようなことはない。ただ今自分この門の上で何をしていたのだか、それを俺に話さえすればいいのだ。すると老婆は見開いていた目を一層大きくして、じっとその下人の顔を見守った。まぶたの赤くなった肉食鳥のような鋭い目を見たのである。それからシワでほとんど花と一つになった唇を、何か物でも噛んでいるように動かした。細い喉で尖った喉仏の動いているのが見える。その時その喉からカラスの鳴くような声が、あえぎあえぎ下人の耳へ伝わってきた。この髪を抜いてな、この髪を抜いてな、カズラにしようと思ったのじゃ。下人は老婆の答えが存外平凡なのに失望した。そうして失望すると同時に、また前の憎悪が冷ややかな侮蔑と一緒に心の中へ入ってきた。するとその景色が先方へも通じたのであろう。老婆は片手にまだ死骸の頭から奪った長い毛を持ったなり、引きのつぶやくような声で口
ちこもりながらこんなことを言った。なるほどな。死人の髪の毛を抜くということは何も悪いことかもしれぬ。じゃがここにいる死人どもは皆そのくらいなことをされてもいい人間ばかりだぞよ。現在わしが今髪を抜いた女などはな、蛇を四寸ばかりずつ切って干したのを干しオーダーと言うて縦技の陣へ売りにいんだわ。嫌味にかかって死ななんだら今でも売りにいんでいたことだろう。それもよ、この女のおる干しオーは味が良いと言うて縦脇どもが欠かさず裁量に買っていたそうな。わしはこの女のしたことが悪いとは思っていぬ。せねば飢え死にをするのじゃて仕方がなくしたことであろう。されば今またわしのしていたことも悪いこととは思わぬぞよ。これとてもやはりせねば飢え死にをするじゃて仕方なくすることじゃわいの。じゃてその仕方がないことをよく知っていたこの女は大方わしのすることも多めに見てくれるだろう。老婆はだいたいこんな意味のことを言った。下人は太刀を鞘に収めてその太刀の柄を左の手で押さえながら冷然としてこの話を聞いていた。もちろん右の手では赤く頬に海を持った大きなニキビを気にしながら聞いていたのである。しかしこれを聞いているうちに下人の心にはある勇気が生まれてきた。それはさっき門の下でこの男には欠けていた勇気である。そうしてまたさっきこの門の上へ登ってこの老婆を捕らえた時の勇気とは全然反対な方向に動こうとする勇気である。下人は飢え死にをするか盗っ人になるかに迷わなかったばかりではない。その時のこの男の心持ちから言えば飢え死になどということはほとんど考えることさえできないほど意識の外に追い出されていた。きっとそうか。老婆の話が終わると下人はあざけるような声で念を押した。そうして一歩前へ出ると不意に右の手をニキビから離して噛みつくようにこう言った。では俺がひはぎをしようと恨むまいな。俺もそうしなければ飢え死にする体なのだ。下人は素早く老婆の着物を剥ぎ取った。それから足にしがみつこうとする老婆を手荒く死骸の上へ蹴倒した。はしごの口まではわずかに5歩を数えるばかりである。下人は剥ぎ取った日和田色の着物を脇に抱えて瞬く間に急なはしごを夜の底へ駆け下りた。しばらく死んだように倒れていた老婆が死骸の中からその裸の体を起こしたのはそれから間もなくのことである。老婆はつぶやくようなうめくような声を立てながらまだ燃えている日の光を頼りにはしごの口まで這っていった。そうしてそこから短い白髪を逆さまにして門の下を覗き込んだ。外にはただ刻とうとうたる夜があるばかりである。下人の行方は誰も知らない。終わり。長かった、羅生門、芥川龍之介さん。いや長かった、いかがでしたか。これはさ、割と読んだことある人いるんじゃないかな。私も授業で読んだことあるあるけど久々に読んだから久々になんか内容、あ、そんなんだったっけなみたいな。そうかな、がちょっとやっぱ話を聞くタイミングというか物語を読むタイミングで感じることは変わるんだなと思った。なんかだって下人の人、そっかなるほど。なんかちょっと下人の人の心情がすごいすっごいこうやって動く作品だったんだね。なんか今知った、羅生門ってこんな作品だったんだ。へえ、下人の人、そっか、正義もこの人めっちゃなんかだって悪はいけない、盗人になってはいけない、盗人になるくらいだったら私は死んだ方がいいと思う。
って感じだったのにね。あーそっか、あーうん確かにね。悪いことしてた人に対して悪いことするっていうのは、まあ、つまりそれは理解してもらえるってことだから、じゃあ自分が悪い人に対して悪いことをしても、まあ理解してもらえるってことですもんね。ああなるほど、じゃあやらせていただきましょうってことね。なんかもう正義とかにも理屈なんか、なるほど、じゃあ、あなたがやっている悪いことに、あなたは悪いことやってるから、さあ私もあなたに対しては悪いことしてもいいですね、理解していただけますよねってなんか正義というか、なんていうか、何なんだろうね。まあなんかすごい理解はできるし、この人のこと批判する気にもならない。なるほどなーみたいな。理屈は通ってる。なるほど、この人の正義がねじ曲げられたわけでもなく、まあ、この人からしたらね、どうしよう、いい人に対して悪いことはできないしみたいな気持ちだったところ、悪いやつに悪いことしても別にかみたいなあーなるほどみたいな。ラッシュオーマーってこんな話だったんだ。なんかやっぱ読むタイミングによって感じることって違うんだね。びっくり。ちょっと長かったわ長かったけど、こういうのもどんどん増えていくのかなって思います。みんなも長かったね。最後まで聞いた人いるかな。いや疲れた、休憩しましょうかいや最後までご清聴、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録していただいて、面白かったよって人はぜひ高評価をしていただいて応援してあげてください。励みになります。よろしくお願いします。よし、じゃあまた来週の火曜日にお会いしましょう。いや来週の火曜日じゃなくてもどこかでお会いしましょう。マヨでした。またね、バイバイ、ありがとう。